革命だ。革命が起きているぞ。鈴木が革命的なミニバンを発表して、超巨大市場でぶっちぎりのシェアを拡大しているんだ。鈴木がミニバン、超巨大市場、どういうことなのかさっぱりわからないわ。でも冷静に考えて超巨大市場だから日本での出来事ではなさそうね。そうなんだ。その超巨大市場とは、今や人口で中国を抜き、世界第一位になった超大国インドだぜ。インドか。確かに最近は世界中の会社がインドに進出しているホットなマーケットだと思うけど、そこで鈴木が革命を起こしている車って、どんなヤバい車なの？ズバリ、100万円以下で買える7人乗りのミニバンで、いい子って言うんだぜ。いい子？聞いたことないわ。なんかいい子悪い子の、いい子って聞こえるからすでに印象がいいわ。果たしてその名の通りインドでいい子になっているのか、そしてどんな車なのかめちゃくちゃ気になるわ。よし。霊夢のいい子ネタは置いとくとして、今回はインド市場で革命を起こし、最も愛されているミニバン、いい子を徹底解説していくぜ。よろしくお願いします。まず霊夢に質問だが、鈴木がインドで販売しているミニバンと聞いて思いつく車はあるか？ランディっていうのがあったと思ったけど。そうだな。以前は日産、セレナ、現行型はトヨタ、ノアから OEM 供給を受けている車だな。え、まさかまさかのインドで大革命を起こしたミニバンってランディのことなの？残念ながらランディではないぜ。そうよね。でもランディ以外で思いつくミニバンがないわ。マリサ、教えてよ。いい子のベースとなっているミニバンはエブリー、プラス、後にエブリー、ランディと呼ばれた車だぜ。そうきたか。エブリーはよく聞くけど、エブリー、プラスってあんまり聞かないわ。どんな車だっけ？エブリー、プラスはエブリーをベースにした7シーターミニバンで、乗車定員4名という軽自動車の制約を車両サイズとエンジン排気量を大きくすることで取っ払った、革命的なモデルだなんだぜ。日本でも軽自動車の概念を打ち破るミニバンを登場させたことで革命を起こしていたのね。ああ。そしてエブリー、プラスは国内市場だけでなく、インドをはじめとするアジア市場の戦略モデルと期待されており、インドではバーサの名前で1999年に販売開始となったんだ。あれ？最初からイーコっていう名前じゃなかったんだ。ああ。バーサの外観や機能、装備をダウングレードし、リフレッシュ版として2010年に登場させたのがイーコなんだぜ。話をまとめると、インドで販売拡大するために、既存の車を改良してイーコを登場させたのね。イーコの概要は分かったけど、そもそもどうして鈴木はインドで勝負しようと思ったの？その点については後でじっくり解説していくから楽しみにしていてくれ。そう来なくっちゃね。それじゃあまずはイーコの詳細から教えてください。おう。最初は外観と内装の特徴からだ。イーコのボディサイズは、全長 3675mm× 全幅 1475mm× 全高 1825mm で、日本で販売されているエブリーを少し長くしたようなサイズ感をイメージしてくれ。エブリーはもともとは4人乗りだったけど、7人乗りにしたのがエブリー、プラス、そしてインド版がイーコだったわね。そうすると、7人乗りにするために全長を拡大したの。ああ、それと安全性、ボディ剛性、耐久性を高めるためだな。ちなみに全長は 280mm 拡大され、全幅は 30mm 広くなったんだぜ。他の特徴はないの？実はイーコの外観は先代であるバーサの時とほぼ同じデザインなんだ。強いて言えばヘッドライトのレンズがクリアになったり、新しいボディカラーが追加された以外、大きな変化は起きていないんだ。バーサの時から変化がないってことは24年間もほぼ同じ外観ってことね。これだけ外観が変わらない車も珍しいし、これ以上突っ込めるところがなさそうだから次は内装の特徴を教えてちょうだい。実はこのイーコ、外観デザインは24年間ほぼ変わっていないと言ったけど、2022年11月にモデルチェンジが行われ、内装は結構変わったんだぜ。へえ、そうなのね。どんなところが変わったの？まずは運転席周りだ。先代モデルはスピード、ガソリン、トリップメーターといった計器類はアナログ表示だったけど、それがデジタルメーターに変更されたんだ。お、近代化したのね。イーコのために新開発されたってこと？鈴木がインドで販売している小型 SUV、エスプレッソに採用されているメーターだぜ。計器類以外の変更点はあったの？もう一つ大きく変わったのは3スポークステアリングホイールも一新されたことだ。まあ一新されたと言っても、同社のイグニスと同じものだけどな。他の車から移植したパーツとはいえ、ユーザーにとってはインパクトのある変化だから歓迎されると思うわ。この他にも、エアコンの吹き出し口やスイッチのデザイン変更、フラットなカーボフロアの採用により約60リットルも拡大されたラゲッジスペース、運転席と助手席の間に携帯電話を置くためのスペースが追加されるなど、細かな変更が行われたんだぜ。100万円以下という価格設定だからしょうがないと思うけど、必要最低限の装備しか搭載されていないのね。ああ、その点についてインドのカーメディアは、全盛期にデザインされたオールドスクールな製品、と評価していたり、インフォテインメントやオーディオが全く装備されていないのも懸念点であるとも述べ、チープ感が随所で見られることを強調しているんだ。その評価も納得だわ。でも鈴木としてはそれを承知の上で販売しているんだよね。もちろんだ。
この評価についてスズキの関係者は、多目的に使えるこのバンは、先進のパワートレイン、改善された燃費性能、そして新機能を備え、所有する満足感と最大限の人生の謳歌を体現します、と語り、あくまでも現地に寄り添った利便性を最優先に考えてイーコを作っていることを強調しているんだ。他社がどう評価しようと、イーコのコンセプトを貫くスズキは、現地に寄り添っていると言えるわね。一つ気になったのが、関係者のコメントにあった、多目的に使えるバン、っていうところだけど、いろんな使い方があるの。霊夢、良いポイントに気づいたな。イーコの魅力の一つがバリエーション豊富なラインナップなんだ。なんとその数、13モデルだ。そんなに展開しているのね。例えばどんなモデルがあるの？ベースモデルは5人乗り、7人乗り、貨物使用車、そして各モデルにエアコンがあるかないか、さらにエンジンがガソリン車か天然ガス車かっていう感じだ。代わり種で行くと救急車モデルっていうのもあるぜ。エアコンの有無でモデル分けされているのがすごいわ。さらに救急車モデルがあるのも面白い。そうだな。ちなみに救急車モデルの特徴は他のモデルより前高が 100mm くらい高くなっていること、回転灯が取り付けられること、フロントやサイドに、アンビュランスのロゴなど様々なデカールや装備が追加されること、イーコラインナップの中で最高額となることなどがあるぜ。まさかのイーコモデル最高額が救急車モデルって、いろんな意味ですごいわね。ちなみにいくらなの？142万円と、かなりお買い得な救急車だぜ。一番高いモデルで100万円オーバーなのか。他のモデルがどれだけ安いのかが強調されるわね。ああ、他のモデルの価格は、イーコの詳しい情報を解説した後に発表させてくれ。楽しみにしているわ。まあ100万円以下っていうのは予想できるけどね。イーコの外観と内装を解説したから、次はエンジンスペックを解説するぜ。天然ガスモデルのスペックが気になるけど、全然予想がつかないわ。結論から言うと、ガソリン車のエンジンは 1.2 リットルで、81PS 10.6kgm のスペックなんだ。日本車で言うとトヨタ、ライズ、日産、ノートとかと同じようなスペックだな。わかりやすい情報ありがとう。エンジンは仙台と同じなの？いやいや、仙台は G12 型という旧型エンジンだったけど、今回は K12 型デュアルジェットエンジンに変更されたんだ。主な理由として、古いエンジンの切り捨て、排ガス規制対策、量産対策などが考えられるぜ。今回のエンジンは内装同様、移植されたものなの？ああ、スイフトや海外専用車バレーノに搭載されているものと同じだ。このエンジンを移植することで、従来と比較して出力が 10% 増加したから、この移植は正解だろうな。でも出力アップした分、燃費が悪くなったっていうオチではないよね。もちろんだ。燃費はリッター 16.1km からリッター 19.7km になり約 25% も向上しているぜ。天然ガスモデルのスペックもわかる。ああ、エンジンはガソリン車と同じだけどスペックは 72PS 9.6kgm と低くなっているぜ。そして燃費は従来のリッター 20.88km からリッター 27.05km となり 29% も向上しているんだ。ガソリン、天然ガスモデル、どちらでも燃費向上を達成しているのね。ちなみにトランスミッションは、どちらのモデルも5マニュアルのみの設定なんだ。こうすることでパワートレインが合理化され、低価格を維持できるように工夫しているんだろうな。走行性能の次は安全面が気になるわ。ぶっちゃけあまり期待できないけど、どんな装備が装着されているの？走行性能向上や事故に備える安全装備として、デュアルエアバッグ、ABS、後方パーキングセンサー、リバースパーキングセンサーがあり、防犯面だとエンジンイモビライザーが装着されているぜ。最低限の安全装備はついているようだから安心ね。ああ、でも安全性に関して、一つ気になる情報を見つけたんだ。え、どんな情報なの？グローバル NCAP という国際的慈善団体が、衝突保護や衝突回避のための安全基準の公表、テストを実施しているんだが、そこでの評価がめちゃくちゃヤバかったんだ。ヤバいって言うと、最悪な方向かな。ああ、最高5つ星で評価される衝突安全テストでは、なんと星0の最低評価と判断されたんだ。安全性0って、一気に怖くなってきたわ。でもエアバッグとかが搭載されているのに、どうして最低評価なの？グローバル NCAP が安全テストを実施する際の基本要件として、成人、子供用乗員保護システムなどの衝突回避及び被害軽減システム、歩行者保護システム、横滑り防止装置 ESC、自動緊急ブレーキシステム、アダプティブクルーズコントロールなどの支援システムが搭載されている必要があるんだ。なるほど。安全テストのスタートラインに立てる状態じゃないのに、無理やりスタートラインに立ったって感じね。しかも100万円以下の車に豪華なシステムを搭載できるわけないから、当然の結果なのかもね。まあな。ちなみに子供乗員保護性能では、最高5つ星のところ2つ星を獲得できたんだぜ。今後のさらなる改良に期待って感じね。イーコについて詳細な情報が知れて面白かったわ。それでイーコはどれくらい売れているの？
確か冒頭では、ぶっちぎりのシェアを獲得しているって言ってたよね。イーコが発売開始となった2010年から2012年の2年間で10万台以上を販売、その後も販売ペースが落ちることはなく、2022年にはインドでの乗用車売上トップ10にランクイン、そして2023年には累計販売台数100万台を突破したんだ。売れまくっているのね。ちなみにシェア率はどれくらいなの？マーケティングセールス担当の上級執行役員によると、セグメントにおける市場シェアは 93% と、他社を寄せ付けないぶっちぎりのシェア率を誇り、インド国内で最も売れている版、であると説明しているんだ。これだけのシェア率を誇っているなら、正真正銘最も売れていると歌っても、誰も文句は言わないし、スズキの中でいい子になっているのね。やっぱりユーザーは大満足なのかな。そうだと思うぜ。でも残念ながら現地の人の口コミを見つけることはできなかったんだ。代わりというのはなんだけど、イーコの情報を知った日本での反応を紹介すると、頼むから日本でも出してくれ。こういうのでいいんだよ。日本で販売しても普通に売れるんじゃなかろうか。さすがスズキ。コスパ高すぎますね。どんどんカスタムしてくださいと言わんばかり。安いし、カスタムで化けそうなポテンシャルを感じるイーコ、という声があったぜ。100万円以下の車はインドだけじゃなく、日本でも魅力的よね。コメントの中にもあったけど、車両価格が安い分、カスタムにお金もかけられそうだし、使い勝手が良い車にできそうだよね。この他にも、なんだか懐かしいデザインのように感じた。これかなり前のエブリーじゃない。日本では数年でモデルチェンジするけど向こうの国ではまだ現役なのすごいね、など、4代目エブリーに類似するデザインを持つことを懐かしむ声もあったぜ。もしイーコが日本で販売されることになったら、ある程度売れそうなことがみんなのコメントからもわかるわ。それで一番気になっていた販売価格だけど、一体いくらで販売されているの？エントリーモデルの5人乗りエアコンなしタイプで89万円、エアコン付きだと96万円だ。安すぎる。他のモデルの価格も教えてもらえる。7人乗りは94万円、貨物仕様は92万円、5人乗りエアコン付き天然ガスエンジンモデルで112万円だ。日本ではありえない価格だけど、現地人からすればめちゃくちゃ安いってわけでもないんだよね。ああ、インド人の平均年収は160から180万円と言われているから、安くはないよな。それでも高すぎて全く手が出ない価格帯でもないから、コンスタントに売れ続けているんだと思うぜ。平均年収を考えると絶妙な価格帯だし、現地にしっかり根付いていないとできないことよね。そうだな。ちなみに参考情報としてイーコのベースとなっているエブリー、プラスの中古車が日本にあるかも調べてみたぜ。お、さすがマリサ。イーコに乗っている気分を味わえるのね。それでどれくらい流通していたの？全国に9台だけだ。2001から2004年式で、価格も20万円から73万円まであったぜ。数は少ないけど選択肢がゼロではないのが嬉しいわ。でもどうしてもイーコに乗りたい人は逆輸入っていう最終手段もあるんじゃないの？まあな。その場合輸送費や税金などで車両価格プラス50万円前後を見積もっておけばいいだろうな。プラス50万円払ったところで150万円なら、絶対無理っていう金額でもないわね。まあそこまでする価値がある車かどうかは別だけど。ここまででイーコの詳細情報についてまとめてきたけど、さっき霊夢はどうしてスズキがインドで車を販売しようと思ったのかも知りたいって言ってたよな。ええ、覚えていてくれたのね。よし、それじゃあここからはスズキがインドに進出することになった理由や、インドでどれくらい受け入れられているのか、そして今後どんな風に事業を展開していくかを考察していくぜ。スケールがだいぶ大きな話になりそうだけど賛成よ。インドでの原点やイーコが大ヒットしている理由もわかりそうだから、よろしくお願いします。その前に霊夢に一つ聞きたいことがある。インドってどんなイメージがある？カースト制度とかヒンズー教っていうイメージがあるし、ミステリアスでヤバそうな国、日本では絶対に経験できないことが日常的に起こっている国っていうイメージもあるわ。そうだよな。そして一般的にインドは言語、宗教、ワークカルチャーの違いから、ビジネス進出の難易度が高いと言われており、毎年多くの企業が進出に失敗して撤退しているんだ。その中でもスズキがインドで成功しているのはどうして？結論から言えば、徹底されたインド現地へのローカライズをしてきたからだ。ローカライズってどういう意味だっけ？簡単に言えば、その国の歴史、文化、小習慣、法律、宗教などを考慮しつつ、その国のユーザーに受け入れられやすいように、自社製品をカスタマイズしていくことだな。ということは、スズキは上手にローカライズできたのね。でもそう簡単にできることじゃなさそうだけど。ああ、スズキのローカライズが成功した理由は、スズキがインドに進出するきっかけとなった出来事を振り返れば納得できると思うぜ。面白そうなテーマね。どんな歴史があるの？この歴史を解説する上で重要なのが、当時のインドの状況なんだ。インド政府は1970年代に自動車先進国の力を借りて自動車産業を発展させたいと考え、低価格な国民車を一緒に開発、生産してくれるパートナー企業を探していたのさ。その誘致に目をつけたのがスズキってわけね。スズキとしても海外の小さな市場でもいいからナンバーワンを開拓したいと願っていたし、インドはこれから発展すると予想していたからな。
当時のスズキの武器は何だったのかな。スズキは日本国内で小型自動車の販売に力を入れているだろ。だから低価格で小型車を開発する技術を持っていたから、そのノウハウと技術力を活かしてインドでも利益を出せると思ったんだ。それでインドとの交渉は順調に進んだの。実はスズキが誘致に名乗りを上げたのは、インド政府が企業募集を締め切った後だったんだ。でも後日インド政府から日本で話し合いたいという打診が届き、日程調整の段階まで進んだ時、またしても問題が起きたんだ。スケジュールが合わないとか。そうなんだ。インド政府から打診された日は、スズキの社長が新たに提携を開始したアメリカ、GM 社を訪れる直前の日だったんだ。それでもなんとか数十分の時間を作ることができ、話し合いが行われたんだ。そして最終的にその話し合いは3時間近くに及んだみたいだぜ。それからどうなったの？スズキの社長がアメリカから帰国すると、なんとインド政府の代表者が浜松のスズキ本社を訪ねてきたんだ。なんでも、インド政府は他社とも交渉したものの、真摯な対応をしてくれたのはスズキだけだったことが大きな要因になったと言われているぜ。他社にとってインド進出は魅力的じゃなかったってこと？当時インドで自家用車を所有できない所得層が多く、インドでの自動車用展開はギャンブルだと判断したんだ。断った日本企業は、リスクを考えて前向きな答えを出さないばかりか、最初から断るつもりで話を聞いていたのかもね。でも唯一スズキだけが真剣に対応してくれたし、インド政府とスズキの思惑が合致した結果、誘致に成功したのね。ああ、ドラマチックな展開だよな。そして1981年にインド国営会社とスズキの間で合弁会社が設立され、マルチ・ウドヨグ社が誕生、その後2007年に現在の社名であるマルチスズキになったんだ。そんな歴史があったとは知らなかったわ。合弁会社ができた後は、上手にローカライズして成功を収めたんだよね。ああ、合弁会社設立後、1983年にインドで初めて製造、販売を手掛けたマルチ800という車をデビューさせたんだ。この車の特徴は、2代目アルトをベースにインド国内向けに改修したもので、当時の販売価格は32万円という、とんでもなく安い車だったんだ。インド人にとって32万円で車が買えるなんて、目の玉が飛び出るくらい衝撃的だったでしょうね。でも安いだけじゃ勝負できないよね。まあな。だから現地の税法に対応するため全長を4メートル未満に収める車にしたり、インドの整備されていないデコボコな路面状況に対応するため最低地上高を上げたり、ニーズや予算に合わせて選べるようラインナップを充実させるなど、たくさん工夫したんだぜ。車を売るためにできることは全てやったっていう感じね。ああ、このような徹底されたローカライズの元登場したマルチ800は、他社モデルと比べて故障も少ないこともあり、現地人から注目を浴び人気車種となり、スズキの名前が一気に認知されることになったんだ。そして最終的には登場から約30年経った2014年の生産終了まで販売されるロングセラー商品になったんだぜ。マルチ800を徹底的に作り込んだ結果、順調にシェア率を伸ばしていき、今のマルチスズキがあるのね。うむ。そしてインド国民から絶大に支持されているスズキが販売しているイーコも、当然ながら地元民からは熱い支持と信頼を受け、爆発的にヒットしているんだぜ。スズキの歴史、特にインドでの歴史って何かのきっかけがないと注目することはないけど、この機会に知れてよかったわ。でもせっかくだから現在の状況についてもう少し教えてもらえる？任せておけ。マルチ800をきっかけに波に乗ったスズキだけど、2016年にはインドの自動車市場で 37.9% という圧倒的なシェアを占めるまでになったんだぜ。ちなみに世界一位のトヨタグループのインドでのシェアは 3.6% だから、スズキがいかにぶっちぎっているかがわかるよな。トヨタの10倍以上のシェア率って、やばすぎるわね。もう少し突っ込んだデータもあるの？インド自動車工業会が2021年12月に発表したメーカー別シェア率によると、マルチ、スズキは 56.0%、韓国最大手である現代が 14.7%、キア自動車が 3.5%、地元メーカーであるマヒンドラ&マヒンドラが 8%、日系メーカーであるトヨタ、キルロスカが 4.9%、日産が 1.3% となっているんだ。わお、これだけぶっちぎりなら他社が追い上げてきたり、入り込んでくる隙はないんじゃないの？確かに現地生産しているスズキの車には関税がかからないから他社より安価で販売できるし、40年かけていた実績と信頼があるから、ちょっとやそっとのことじゃ今の構図は変わらないだろうな。でも油断は禁物だぜ。どういうこと？インドで自動車産業が急成長を見せているから、多くの企業がインド進出を果たしたり、さらなる事業拡大を計画しているんだ。最近ではどんなことが起きたの？ドイツのフォルクスワーゲンはインドのタタ自動車と提携して、新車共同開発を行うことを発表しているし、フランスのルノーも低価格車をヒットさせ、売り上げを伸ばしているんだ。さらにインドで2位のシェアを誇る現代自動車もキア自動車と共に逆転を狙っているんだぜ。インドでの絶対王者だからって手を抜いていられないのね。ああ、だからスズキとしては積極的な投資を行い、将来に備えているんだ。投資って言うと、国内工場を新たに作ったり、EV 車を投入しようとしているとか。正解だ。
例えばこれまで行ってきた投資として、完成車組み立てラインの増設、技術者を育てる、ものづくり学校、の開校、農村部にも販路を広げるために3000カ所の販売店を拡充するなどだ。今よりもさらなる地元密着企業を目指して奮闘しているのね。うむ。この他にも2025年に EV 生産を開始するために、EV 車採用電池の新工場開設やインドで4つ目の生産拠点を作る計画もあるんだ。さらに資本提携を結ぶトヨタともインドでの協業関係を強化する方針まであるんだぜ。工場を新設しても生産が追いつかないくらい、これから先も売れまくると予想しているのね。ああ、2019年にはインドで排気ガスの規制強化が行われたから、規制対応車への買い替えが進むことを予想しているのに加え、インドで生産した車を欧州やアフリカ向けとして輸出する意図もあるようだな。スズキがインド以外での大きなシェアを獲得するときは遠くなさそうね。そうなるといいな。実際スズキの社長は、インド市場のみならず、グローバルの競争力と研究開発力を強化する、と述べていることからも、さらなる世界進出のためにペースを緩めない姿勢がわかるから、もっと上を目指して頑張ってほしいな。マリサに完全同意するわ。この動画ではインドでぶっちぎりのシェアを獲得しているスズキのミニバン、イーコについて解説したけど、霊夢も欲しいと思ったか。もちろんよ。安全面に若干の不安はあるけど、カスタマイズを思う存分楽しめそうだから、日本で販売される日が来たら間違いなく買うわ。何よりめちゃくちゃ安いのが良いわ。日本でも販売されたら一定の需要はありそうだし、スズキならやってくれると思いたいな。そうね。さらに現地にローカライズして頑張っているスズキの企業努力を知れたり、現在の実績からも、今後さらにシェアを獲得できそうだから、さらなる発展を願いたいとも思ったわ。今後のスズキの動向に注目だな。それじゃあ今回の動画はここまでにするぜ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。